ドラムの酒屋松さんございます。はい、ということでですね、来ましたよ、やっと。約ね、1ヶ月前にね、動画上げさせてもらったんですけども、ストック X でね、スニーカーを購入したっていうね、動画を、上げさせてもらったんですけども、そちらのですね、物がですね、本日届きましたんで、紹介していきたいなと思います。本日ですね、お盆休み真っ只中ということでですね、昼間はですね、ちょっとね、車屋に行ってたんですけど、もうめっちゃ暑かった、マジで。もうね、立ってるだけでマジで昼間ね、汗だくになるぐらいですね、もうくっそ暑かったんですけど、皆さんね、熱中症にはくれぐれも気をつけてください。僕なんかそれこそショッピングモールの中で働いてるんで、日中の日光なんてほぼ浴びないんですよ、休みの日しか。で、久しぶりに日光浴びたんですけど、もうね、尋常じゃないぐらい暑いですね。ちょっと舐めてました、もうむちゃくちゃ暑い。ということで、ちょっと話それなんですけども、早速ですね、物が届きましたんで、紹介していきたいなと思います。はい、ということでですね、はるばるアメリカからですね、ボロボロのね、罰金で荷物届きましたということでですね、もうね、これね、ちょっとまあ便利な世の中になったんですけども、もうね、このドロドロの罰金だけはほんまになれへんということで、早速ちょっと開けていきたいなと思います。まあ開封も一つの楽しみということで、いきたいと思います。はい、お、今回はちゃんと保護されてますね。ボートとかで買うとこんなプニプニついてないんですよ。もうパッキンの中にそのままボックスガチャン入れてるだけなんですけど、こんな感じでね、プニプニついてました。今回ですね、はい、こちらいつもと変わりない、こちらね、ジョーダンボックスなんですが、まあ、ジョーダンフライトということでね、ナンバリングはもう皆さんもしかしたら気づいた方大勢いらっしゃると思うんですけど、そうです、ジョーダンフライトですよ。購入しました。今回購入したモデルなんですけど、約5年前のモデルになります。ほとんどの方もしかしたら知らないんじゃないのかなっていうモデルなんですけど、僕ですね、もう5年前からずっと欲しいなと思ってたモデルでして、今回ですね、めちゃめちゃ格安で購入できたんで購入しました。まあ値段はね、後々ちょっと皆さんにご紹介しますんで、先にね、ちょっと物見せていきたいなと思います。いや、めちゃめちゃ楽しみ。1ヶ月待ったからね、まずね、ちょっとね、僕からチェックしていきたいなと思います。いきますよ。お、はい、ストック X のこんな感じの、まあ、ちゃんと見ましたよっていうサインと、ストック X ご利用ありがとうございますみたいなポストカードと、レシートみたいなのもついとって、はい、中身見ていきますよ。おー、お、めっちゃ綺麗やん。あ、これはかっこええわ。いや、ちょっとね、当たり前なんですけど、めちゃめちゃ状態がいい。結構あるんですよ、あの海外で買ったらもうボディもうめっちゃ粉吹いとって、もうクソ汚いやつとかたまにあるんですけど、いや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 、5年前のモデルとは思えやんぐらい状態綺麗。普通に日本の正規ショップで購入したかと錯覚するぐらい綺麗ですね。あとですね、今回ですね、購入したスニーカーがですね、はい、こちらでございます。今回ですね、購入したモデルがこちら、エアジョーダン4レトロティールのジョーダンブランド30周年アニバーサリーモデルでございます。はい、ということでですね、今回ですね、こちら、ジョーダン4のティールっていうモデルをね、ゲットしたんですけども、この状態ですよ、新品なんですけども、5年前のモデルには全く見えやん、マジで。めちゃめちゃ状態綺麗で、これね、ジョーダンブランドの30周年記念モデルということで、2015年にジョーダンブランド30周年を祝福してリリースされた記念モデルになるんですよ。まあ5年前のモデルなんで、皆さんね、多分見たことない方大勢いらっしゃると思うんですが、もう僕の中ではこれ強烈に印象あるんですよ。で、僕はまあスニーカーをちょろちょろ買い始めた2014年とか5年ぐらいの話なんですが、この当時はですね、もうジョーダン4はですね、確か2万、多分今と同じ3000か4000ぐらい、2万4000ぐらいだったと思うんですが、その1年ぐらい前ですね、僕はよくジョーダン4のトロブラボ欲しい欲しい言うてるじゃないですか。確かね、トロブラボは7年前ですよね。7年前の時はジョーダン4は確か1万7000とか8000台やったと思うんですよね、確か。まあ長いね、月日が経ったね、一足になるんですが、まあ今の現行のジョーダン4とほぼ使ってる素材とかパーツの品質っていうところは、まああんまり変わりがないんじゃないのかなと、思います。なので、まあ基本的に5年ぐらい前のモデルやったら、まあどのモデルも現行の品質とほとんど、どのナンバリングもですね、品質はほぼ変わりないと、思います。じゃあね、ちょっと早速ね、いろいろ見ていきたいんですが、これね、普通のジョーダン4じゃないんで、ちょっとね、皆さんよく見ていただきたいんですけども、はい、外側のアッパーから見るとこういった感じになっております。内側から見るとこういったデザインになっております。正面から見るとこういった感じ、ヒールから見るとこういった感じでございます。はい、アウトソールがですね、こういった感じになっております。
はい、でもですね、ちょっとね、いろいろ細かいとこ紹介していきたいんですが、まずね、今回、まあ、ストック X で購入したということで、まあ、こういったですね、鑑定書みたいな、まあ、物株とかについてるバッジみたいな感じのものと全く同じなんですけども、ちゃんと鑑定しましたよっていうスニーカーに付けられるですね、こういったバッジもですね、しっかりついております。まあ、ジョーダン4を購入したら必ずついてるんですけども、右足にですね、こういったね、キーホルダーみたいなのね、ついておりました。まずですね、これ全体の素材ですね、この、ターコイズグリーンみたいなカラーをベースにですね、まあ上質なね、レザーをベースに構築されてるんですが、光沢感もあるように見えるんですが、マットな仕上がりになっております。結構不思議なカラーやと思いますね。今のね、現行のスニーカーにはね、あんまりないカラーなんですけども、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか、このカラーで。アッパーのね、このね、メッシュ部分なんですが、こちらゴム素材みたいな素材になっておりまして、下地はこういう風にね、ブラックになっておりますね。で、こちらの補強パーツなんですが、ボディのターコイズグリーンよりもさらにですね、マットな仕上がりになってますね。こんな感じ、結構色違うの分かりますかね。ターコイズグリーンをベースに、ところどころこういう風にね、ブラックのカラーが使われた一足になってるんですけども、はい、終端がですね、こんな感じでございます。ターコイズグリーンをベースに白のジョーダンフライトとジャンプマンロゴ。これもね、非常に綺麗な色ですよね。で、お間違いの、ちょっとインソールをね、皆さんにちょっと見せたいんですが、はい、インソールがこんな感じでございます。皆さんわかりますかね？普段のジョーダン4やったらジャンプマンロゴがプリントされてるだけなんですけど、今回のこのモデルに関しましては、先ほども申したんですが、ジョーダンブランドの30周年を記念して、作られたモデルになりますので、インソールはですね、このジャンプマンロゴを中心に30というね、数字がですね、こういう風にプリントされてあります。こんなね、インソール見たことないと思うんですけど、いかがでしょう。5年前のモデルでここまで綺麗なものもあるんですね。ちょっと僕びっくりしました。で、こちらね、履き口なんですが、こんな感じで同じくね、ちょっと明るめのグリーンというところで、はい、こんな感じでエアジョーダンとね、こちらもグリーンで書いてありますね。で、ヒールなんですけども、ジャンプマンロゴということで、僕ね、そのジョーダン4のトロブラボがずっと欲しい欲しいって言ってるんですけど、昔はね、こういった配色すごい多かったんですよ。これ要は赤色に書いたトロブラボになるんですけど、なので僕はあのジョーダン4のね、去年購入したクールグレーとかもそうなんですけど、なんか僕の中でジョーダン4っていうのは、ツートンの、カラーが一番かっこいいっていうイメージがあって、まあちょっと話それたんですけども、で、こちらミッドソールなんですが、まあね、普段のジョーダン4と何ら変わりないような、形になってるんですが、まあね、細かいこと言うと、このね、エアーの中もこういう風にグリーンになってて、まあ物珍しいね、カラーしてるんじゃないのかなと思います。で、はい、こちらアウトソールなんですけども、このタイヤコイズグリーンですよね。超綺麗やと思いません？この白のジャンプマンロゴに対してこのカラーリングって、なんか今の本当にモデルでほとんど見かけなくなった、まあ、カラーなのかなと。ポップな印象もあるんですけど、しっかり締めるとこで締めてるみたいな、感じの一足になっておりまして、非常にね、バランスの取れた一足なんちゃうんかなと思います。で、今回ですね、なんで僕がこのモデルを購入したかというとですね、ストック X のね、購入動画でも言ったんですが、昔ですね、キャメロン・ウェイラムっていうね、ブルーノ・マーズのクルーがですね、このジョーダン4をよく履いておりまして、僕キャメロン・ウェイラムむちゃくちゃ好きなんですよ。なんかこう、あんまりスニーカーっていう感じのファッションじゃなくて、トップスもパンツも割とラフな格好してるのに、スニーカーはジョーダンみたいな、ファッションをですね、することが非常に多いんですけども、結構僕そのキャメロンのファッションセンスというか、まあ持っていき方って言ったらいいのかな、昔から影響されてて、でずっとね、キャメロンが履いてるのを2016年ぐらいからね、ちょこちょこ見てて、まあその当時からですね、ずっと欲しいなと思ってたんですけども、今回ですね、ストック X で何か購入しようってなった時に、このティールがですね、とんでもないぐらい安かったんですよ。で、ちょっと皆さんにお値段をもう一度説明すると、今回ですね、こちらのジョーダン4ティール、送料込みで248ドルでした。ということはですね、日本円にしてほぼ定価なんですよ。このモデルがリリースされた2015年3月はですね、ジョーダン4に関しては、日本の価格で2万4000ぐらいだったんですけども、まあ今回248ドルでですね、手に入れれたということなんで、もうほんまにほぼ定価、プラスまあちょい上乗せぐらいの感じで、手に入れれました。自宅に届くときにですね、関税を支払ったんですが、関税の価格がですね、2100円でした。非常にね、いい買い物ができたなと思いました。はい、ではですね、早速ね、試着していきたいなと思います。
はい、ということでですね、こんな感じで、いかがでしょうか。持ってるジョーダン4のトップ3に入るぐらい、気に入っちゃいました。いかがでしょう。ちょっとはっきり見えるかな、大丈夫かな。はい、こんな感じで、いつもね、紐をピュッと出した感じで、いつも僕はジョーダン4履いてるんですが、今回はあえてキャメロン意識してね、普通にこういう風に、蝶々結びで履くっていうね。で、こんな感じで、これね、T シャツ、これ真っ赤っかです。はい。これブルズなんですけど、まぁ、こんな感じでね。ちょっとパンツね、ほんまは、僕ちょっとカーキ履きたかったんですけど、カーキね、今ちょっと洗濯中でまだ乾いてないんですよ。なので、まぁ、これちょっとカモパン合わせてるんですけど、ちょっとスキニー履いてみましょうか。スキニーともこれ絶対相性いいと思うんですよね。はい。ということでですね、こんな感じ、いかがでしょう。久しぶりにちょっと黒スキニー履いたんですけど、こんな感じもね、相性バッチリなんじゃないでしょうか。まぁ、こんな感じでちょっと白 T に合わせてみたんですけど、いかがでしょう。まぁ、モノトーンで、プラス一色みたいな感じなんですけど、はい。はい、続いてこちらラストでございます。こんな感じでね、もうこれ買ったの多分4年ぐらい前なんですけど、アバクロの、スキニーフィットでございます。こんな感じいかがでしょう。こういったねちょっと明るめの、デニムにも、相性バッチリなんじゃないでしょうか。このね色合いね、このキャップ最近めっちゃ気に入ってるんですけど、あのグルアラウンドで買った、まあ、1927のクーパースタウンのヤンキーズなんですけど、まあなんかこれやったらちょっと普通やから、まあなんかプラスちょっとアクセサリーでワンポイント足してあげても、いいんじゃないかなと思います。でこちらねヒールなんですが、割とナイキエアがいいと世間では言われてるんですが、僕はね結構このねジャンプマンロゴ好きなんですよね。この黒に白っていうジャンプマンロゴね、僕個人的には最高なんじゃないのかなと思います。はい、どうですね、今回のこちらエアジョーダン4ティール最高に気に入っちゃいましょう。はい、ということでですね、本日いかがだったでしょうか。今回ですね、こちらジョーダン4のティール、ストック X で購入させてもらったんですけども、もうめちゃめちゃ満足っていうか、僕リセール使ったマジで久しぶりなんですよ。かれこれ僕マジ2年ぐらい利用してなくて、本当に久しぶりにリセールで買い物しました。まあ今回はストック X で購入したんですけども、まあまあ国内のね、ショップで購入するのも全然、いいんじゃないのかなと思います。でまあこれ僕個人的な意見なんですけども、他の人とあんまりこう被らないっていうのを僕すごい大事にしてて、まあ僕ティールとかそれこそまあ自分の欲しいトロブラボとかもそうなんですけども、履いてる人はほとんどいないんですよね。あいつちょっとチャオスニーカー履いてるなみたいな、感じで僕も結構やっぱ見るんですよ。おええの履いてるなみたいな、いつのあれジョーダン1やろみたいな感じで僕も結構見ることが多いので、まあそういったところでもちょっと楽しんでいきたいなと思います。はい、どうもですね、本日ね、いかがだったでしょうか。ちょっと今年の秋冬ですね、久しぶりねちょっとねシュポのねアイテムなんかちょっと買いたいなと、思っております。でつい最近ですね、ティーザーもね、この前公開になりましたけども、なかなかねかっこよかったんですよね。まああのルックブックとかプレビューね、公開されましたらそちらもですねちょっとチェックして、今年のシュプリーム秋冬ちょっと楽しみに、しておこうかなと思います。ということでですね、今回の動画良かったなと思っていただいた方ですね、ぜひともですねグッドボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとね、インスタグラムも皆さんやっておりますので、ぜひともですねフォローお待ちしております。はい、どうもですね、皆さんまた次回の動画でお会いしたいなと思います。どうもありがとうございました。